まあね、結論はね、おそらくこのエホバの家庭がね、うん、今後子供、孫の代へどんどんまあ濃縮していくわけですよ。いわゆる継世代吸収っていうか、継世代伝達していった時に、この害毒がね、要はこの残虐性、独善性、排他性っていうようなものが、あと非人間的なね、神は絶対で人間は非造物だからっていう、それがね、どん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 その濃縮していった時の、この人たちの家系を見ていくと分かる。その正しかったか間違ったか。今日世界が間もなく無神論の人たちに滅ぼされる時に、世界中の人はやっぱり神なんかいないんだ、見ろっていうようなね、そういう反応になりますから、その時に私たちは攻撃を受けるというふうに理解しているので、もう攻撃しなくてもおそらく自滅します。こういう発想で親が子供を育てていったら、子供はね、子供おかしくなる、ま、なるなこと言って、なります、なります。だからもうちょっと見ていけば大丈夫。それでね、尊敬されてるってしないって。俺子供だったら絶対なぜ子供はさ、じゃあ入信しないんです、しないの、そんだけ立派だったら。僕ん家全員入信してみんな信仰してますよ。それは本当にそうですよね、うん、私たちの力不足です。そんなことない、教義が矛盾してるから。いやいや違います、よく知らないんです、子供たちは。小さいうちからもう、だってしつけてきたんでしょ。何言ってるの、さっきは連れて行ってね、うん、こうやってやることを見せるんだって。そうそうそう、ここの時点でもう理論破綻してんだよ。がっつりね、仕込んできたはずなのに。いや、仕込んでつもりでしたけども、つもりだけど、本人はやっぱり本人の生き方を選ぶっていう時は、つまり信仰的に、うん、っていうか全体感として尊敬されてないからですよ。全体感としてね、家庭内の皆さんの顔、うん、家庭内の振る舞い、うん、それが本当に尊敬されてれば子供は信仰します、うん、それがね、おそらくキリスト教的なの、まあエホバは特にそうだけど、表向きの顔とね、それから内が違うんですよ。手出すの、手出すの、いや知らない、このうちはどうか知らないけど、どういう意味ですか。子供に手出すでしょ、出してきたでしょ。あ、それはこれ出してきたでしょ。お尻を叩いたことはあります。あるでしょ。でもある時期その競技的にあったもんね、その教えるためになんだっけ、その少し体罰、はい、です、うんうん、あ、競技ではないですよ。エホバの一つのあれは慣習っていうか、あ、まあ習慣、慣習として、なんて言うんでしょう、うん、やっぱり小さいうちは痛みで覚える、うん、覚えさせるっていうのはありました、うん、それは認めます。だけどね、いずれにせよさ、今あなた方にとっては全て善なる行いでやってきたと思ってるわけで、皆さん方の行動もね、振る舞いも、それは確かにまだ信仰足りないから至らないとこあると言いながら、でも子供たちはそういう言い訳は通用しないから、親がこんなに真剣にやってる信仰者、しかも私たちに対してはどういう扱いだったんだと、その乖離が信仰にしないんです。それはそうで、その子供はそのまま言ったら結局滅ぼされる側ですよ、信じないんだもん、うんうん、そうです、ね、でもあなた方とは自分の子供でも神の方が優先だから、うん、信じないものは滅ぼされてもまあしょうがないわね、信じないんだもんって、あれほど言ったのに。こういうは、これ無慈悲って言うんですね、仏教で言うと無慈悲で愛のない、自分の子供をね、しょうがないわね、あれほど言ったのにってね、うんうん、しょうがないってね、そんな簡単にね、それこそね、言葉にするとそういうふうになりますけど、でも 聖書にはね、そうやって書いてある、うん、そういうことや、やったことみんなそうじゃん、神しょうがないからって一言入れれば、うん、全部そうじゃん、異教を信じた、それから子供どの、何でもそうですよ。そうやってかっこしょうがないで全人類も洪水で潰しちゃえ、こしょうがない、しょうがない、あれほど言ったのに。仕方ないよね、やっぱりエホバ。じゃあ子供だって同じことでしょう。あなたの実の腹痛めた子供だって、うん、あなたの命の中には結局同じものがもう宿ってんです。だから表向きはそんないくらね、綺麗事言ったって、結局腹の中では聖書に書いてある通りのことになるんですよ。結局はあれほど言ったのに、もうしょうがないわねと。うん、もうやっぱり一人の大人として自分の考えを尊重したいと思ってるんで、うん、自由意志だ、神を信じない自由意志がこんな強情な信仰心のこそ一番難しい問題だったということなんですよ。そうですよ、そんなものそもそもね、もしキリスト教的なロジックで言うんだったら、わざわざそんな面倒くさいプログラムをなんで植え込んだのか、泥に、泥の中に、そんなクソ面倒くさいことするからサタンも生まれ、それにそそのかされる人間がいい、何が面白いの、それで、それ殺して、そんな神ではないです、どんな神の歴史だってば、
助けようとしてる神なので最終的には殺してるんです。そういうふうにして全人類殺したんです。まずはノアの箱舟の時に、うん、絶滅ですよ。神を全人類じゃない、うん、ノアだけでしょうが。なぜ助かったかっていうところを知ってますか。神をただ素直に信じてあれですよ。そこが大事なんですよ。全然大事じゃない、むしろそれ以外の全人類をそもそも元を正せば自分が発生させといて泥から、それを全部殺しきっちゃうっていうね、この行為、この一連のざっくりした行為がもう異常なんだってば、うん、精神異常者ですよ、うん、サイコパスの最たるもの、うん、だから皆さん方もサイコパスになるの、その心の中では。 それを表向きはどうしても博愛解くから、うん、あの一生懸命、それこそサタンの仮面、俺から言わせればサタンの仮面をかぶって全愛なる顔をしてるわけ。ところが腹の中では結局はサイコパスだから、神に対するそのちょっとでも違う異教徒っぽい考え方を持ってるものはもうどうにでもしていいわけですよね。でもしつけてもしつけてもどうしても納得できないっていうか、そう相手がね、自由意志が強くて、そういうものはなんつかない、もうなんつうの、自分の子でありながらもはやもうなんつかな、異教徒ですよ、うん、私